はプロサーファー下山雄一さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしく。今日は皆さんが僕も含めて疑問に思っている、はい、プロサーファーのボード選び、ちょっとこの辺聞きたいと思うんですけど、はい、下山プロの、はい、今体重は何キロですか？僕は58キロずっとキープしてる感じ。58キロ、はいはいはい、そして身長は？身長は170、ごめんなさい、4でした。174センチ、はいはい、一般的には背が高い方ですね。まあそうですね、はい、少し大きいぐらいですか、はいはい、ボード選び幅とか、はい、ロッカーとかいろいろあると思うんですけど、はいはい、気になる部分なんですけど、はい、ちょっとスリムな人が、はい、で例えばレールの厚いボードをどうやってドルフィンするのか、はいはい、もしかしてテーパーレールを持ってるのか、はい、どんなレールのモードを持ってるんですか、聞きたかった。それはあれですかね、ロングボード、ショートボード、ロングボード、はい、そうですね、僕は、まあ、もちろん、まあ、当たり前なことなんですけど、スタートしたのが、スタートというか一番最初に乗った板というのがもうお父さんの板からスタートしてるので、でお父さんはルーツが、まあ、ハワイじゃないですか、プラス、まあ、もちろん辻堂なんですけども、そのお父さんが、サーフボードとして、お父さん自身が見てきたものと、あとお父さんのスタイルにフィットしたものがボクシーレールと言われる、こういうかまぼこ型のレールになるんですけど、その板がお父さんのサーフィンにフィットしてて、でそれに対してお父さんがやっぱ自分でもシェイプするようになった時にボクシーテールをレールを追求していて、でそこに対して追求したことによって、まあ、極められたオリジナルのボクシーレールが生まれたんですけど、それに乗って僕は育てられたので、必然的に僕は他のいろんなスタイルのレールがあると思うんですけど、僕はもうボクシーレールで育ってきたので、そのボクシーについてはプロサーファーであり、シェーパーであるお父さんに説明してもらった方が、だからボクシーっていうのは一ね、ことの始めはディック・ブルワーさんが、皆さんこれすごいことですからね、聞いてください、ね、ディック・ブルワーがね、はい、ボクシーレールで、はい、パイプラインでガンをリノ・アベリラ、はい、J ・ロペスが作った、はいはい、で俺が50年前 J に立った時に、はい、ね、最初にブルワレールというわけよ、はい、何なんだって、はい、ね、でアウトリガーとも言うわけよ、はい、それからボクシーとも言うわけ、はい、でなんでテーパーレールと、はい、ね、からボクシーがあるよな、はい、カリフォルニアテーパーレールだよな、はい、でもハワイの皆さん、テーパーレールっていうのは少しこういう風になんていうんですかね、波に入る、はい、少しこういう形をしてます、どっちかというと波に入るようにね、はい、こうね、はいはい、それでハワイの波はチューブパイプラインでもバッとこうチューブがこのカールがボクシーなわけだから、それがジェイ・ロペスが一番速いんだ、でも他の人たちはね、ドロフィンやるときも浮力があるからいかない、レールが刺さっていかない、そうじゃなくて自分たちがコントロールエッジの切り替えができないんであって、ね、例えばテーパーレールがね、クーッと波になったときにまっすぐ行ってノーズに行くにはいいよ、もううんない、でもこういうコントロールはできないけど、ボクシーは波に外れてこうやってやってやる、はい、そういう風にしてハワイの波はそうじゃない、はい、ね、ノーズラインとかしてる人は誰見ないんだから、はいはい、やっぱりマニューバー、はい、ね、で最後パクリンチョってローラーコースターでしょ、はい、そういうなんていうのかな、あったさ、の発明したのはディック・ブルワーなんだ、はい、だからハワイ中で、まあ、パット・ロンソンとかいろいろこうブルワーレール、ハワイアンみんなブルワーレールっていうね、はい、やっぱりブルワーがボクシーを考案したんだから、はい、ね、やっぱりすごいなと思うし、皆さん、そのディック・ブルワーっていうのは要するにそのシェイプサーフボードをシェイプするそのシェーパーと呼ばれてる人で、すっごく有名な人というかもう世界一ですかね、そのシェーパーとして世界一のシェーパーとして知られてる人です、今お父さんが言ってるのは、はい、それでやっぱりボクシーをみんな乗ってて、あ、ジェイ・ロペスがやっぱりね乗ってる、でみんなサンセットみんなの、それでみんなマーク・リチャード、ショーン・トムソン、イアン・カン、もうオーストラリアからブラジル、みんな4、50年前はね、そういうボクシーに乗って、はい、
サンセット、はい、もうラニアゲア、パイプ、いろんなのバックのオブザオールが滑ってきて、作ってきたのがボクシーなんだよ、ね、だからボクシーをね、浮力があるからターンができないっていうのは俺は大バカ者だなと思うよ、はい、なんでボクシーをなれないんだなと思ったんだ、はい、ね、レールが食い込むボクシーだから入っていかない、はい、入っていかない当然じゃない、入っていかなかったら自分がキックしてね、入れていけばいいわけじゃん、はい、自分が下手くそなのにね、はい、割ってあって入っていかない、テーパーレール入ってる、はい、入ってったってテーパーレールは愛のボトムターンができないでしょ、はいはい、ボクシーはできるわけだよ、はい、だってね、木下デビットも言ったけどボートボールって拡張値しかできないんだよ、はい、テーパーレールは、はい、拡張値だったらパイプライン乗れんのって俺は言いたいんだよね、要するにですね、今のお父さんの言っていたボクシーレールっていうのはですね、かまぼこ型で割とここにあのボリュームがあるんで、波のカールだったりこのボトムの水面に対してあの板が引っかからないような形状なんですよ、そうそうそう、要するにこう反発してくる、なのでお父さんが言う今このターンカービングをするした時にあのかまぼこ型なんで波にあんまりのめり込まないんですよ、だから自分のその技量で、技量とその反発力でこうパンってこう外しながらサーフィンをしてってスピードをこう出していくっていうことをお父さんはそのボクシーレールの説明をしていて、でさっき言われたテーパーレールっていうのは何て言うんだろう、先が、まあ、カッターっていうふうに言えばいいのかな、カッターないと同じだな、ピュッと切ったらこう尖ってるんで深くあのターンした時にもちろん水面に尖ってるんでこう、はい、沈むじゃないですか、だから割とコントロールはしづらいというか、そのハワイの波には向かないというか、スタイル的にお父さんのサーフィンにとってお父さんのスタイルに変えるとボクシーレールがかなりフィットしていたっていうところで、それを学んだのが先ほど言った世界一有名なリック・ブリュワーさん、そのシェーバーのリック・ブリュワーさん、そしてお父さんがさっきから言ってるそのジェリー・ロペスさんっていうのは最もあの皆さん聞いたことあると思うんですけど、パイプラインっていうこういうものすごいハワイでも深いこういうパイプ、本当のパイプありますよね、パイプみたいな波が立つところで、その波を誰よりも深い位置からこう抜けてきて、誰よりもスタイルがかっこよかったお父さんが、まあ、仲間でもあり、友達であり家族であり、そのシェーパーとしての付き合いでの深さもあったりして、で彼らとこうセッションした時にそのボクシーレールっていうのをお父さんが彼からこう教わってスティールしている部分があったり、お父さんは日本に持ち帰ってきて別にその辻堂ではパイプラインのような波が立つことはないので、そこに対した麻婆さんのオリジナルのボクシーレールっていうのが生まれて、それが今オリジナルとなって、今もなおそのボクシーの追求は続いてるっていう感じなんです。それとね、うち今ちょっと思い出したけども、はい、チューブにこうなるだけじゃ、はい、ジェリー君がチューブ入るけども、はい、テーパーレールじゃぐわーってやるときに、はい、食い込んじゃってんから寸志遅れるってわけ、でもダンパになっちゃうけ、はい、そこボクシーだったら押されないじゃん、こう変わるの、はい、でチューブに俺は入って出てくる、誰よりも、はい、そこ大事なとこだ、分かる、はい、俺言ってる、はい、結局チューブが例えば3メートル4メートルチューブになる、はい、テーパーレールだったら食い込んじゃっててコントロールができないから、はい、そこでもうバーンと終わっちゃうけ、はい、でもねボクシーだったらくる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 なるから、変わるのとこでクインクインっつって上に上げて最後ふわーっと3メートル、はい、誰でも抜けてくるじゃん、はい、そうだ、それが大事なの、だからボクシーが大事だと、はい、それジェイリーがね俺に言った、はい、なんであの奥から入れるんだったら、テーパーレールじゃカリフォルニアじゃね、はい、無理だって言われた、だからハワイアンスタイルね、はい、でねボクシーで押されるからチューブ入ってても、はい、ね、はい、こういうこともできるし、はい、ね、押されて出るって、はいはい、テーパーレールじゃ押されないじゃん、だってこんなカッタライみたいなんだから、レールが押されるくらいそのまま失速して終わりですよ、はい、はい、さよならだよとは言ってた。その考えってすごいんですよ、本当にすごい、やっぱり道理に合ってるというか、お父さんもパイプラインにたくさん入ってきてる中、パイプラインともなるともう1ミリの狂いでその波が抜けれるか抜けれないかの難しさなので、 そのレールの形状で
少しでも自分にフィットしてるそのボクシーレールっていうところで細かいコントロールができるレールの形状じゃないと、1ミリでも狂ったら本当にもうワイプアウトなんで、その1ミリのその微妙なコントロールができるのがお父さんの追求したサーブボードのそのシェイプのスタイルだったっていうことで、はい、みんなさ、ボクシールけなすけども、あってあって、もうけなすけど入ってから入ってから入ってこ来ないじゃないの。だって尖ってるレールこんだね、ペーテーパレだって入っていったよ。でも入ってくから確かにね、手応えがあるかもしれない。でもボクシーは外れていく。でもそれが慣れなかった。だってね、カールはテーパレールでね、代わりなんだったら俺もいいよ、進めますよ。でもカールはこうだよ、ちゃんと水泳だって波がみんなね、よそに行かないようにボクシーじゃないの。アウトリガーね、カヌーだってね、倒れないようにアウトリガーってのあれ、だからアウトリガーとも言う、あの、はい、アウトリガーだ、なんだ俺パッドロンさんにアウトリガーってなんだパッドって言ったらアウトリガーなんだって。ブルワーはアウトリガーを真似して作ったらしいよ。皆さんあれですよ、シェーパーって数知れてもものすごい人数がもうこの世の中にいるわけですけど、お父さんだっていろんなレールのチョイスっていうのはできるはずなんですよ。だけどそのボクシーにこだわり続けるっていうシェーパーは、まあ、この 何十万人なんかもう人数は分かんないですけど、こういうふうに一つの道をこうずっと追求していくシェーパーっていうのは珍しいし、そこに対して自信をもう誰よりも持ってるし経験もしてきてるので、もうそれはもう間違いない板になってますので、そのもし麻婆さんにこの YouTube をきっかけで会いに来て、この YouTube だけじゃなくて本人に聞いてみたり、あとシェイプルームも麻婆さんは別に締め切ってるわけじゃないんで、ちゃんとシェイプを見せてくれるんで、そういうやっぱりね、サーファーとしてはやっぱそのシェイプしてる姿だったり、シェイプがそのこういうテーブルのような四角い状態からサーフボードの形になっていくまでっていう、そのルーツは絶対に知っとかなきゃいけないから。ね、それとね、ゆうち、皆さんによく分かってもらいたいんだけども、テーパーレールでドロフィンやる、ボクシーでドロフィンやる、みんなボクシーの方のが入っていかないからね、テーパーレールがいいと思ってる、大間違い。例えばダブルの波比べドロフィンする、テーパーレールだったら浮力がないからそのまま起こされちゃう、はいはい、ね、はい、でね、自分でコントロールできない、はい、だって浮力がないんだもん、はい、テーパー食い込んじゃったから、はい、ボクシーだったら、はい、ね、ボンってやった場合跳ねるから、はい、ね、浮力があるからフッと出てくる、はい、ね、はい、そこを使ってジェイなんかはね、はい、こう行くわけ。そうです、テーパーレール確かにさ、ウッとやって入りやすいかもしれないよ、はい、じゃあボクシー浮力があるから入んない、ね、入んないけどもね、一応入れる、それで波がバーンと来た時にすぐ出てこれるのがボクシーだよ、テーパーレールは出てこれないよ。そうですね、はい、そうだろ、はい、そこを皆さん分かってもらいたい。ちょっとここでいいですか。はい、ボクシーレールがとっても調整しやすくて、どんな波にも合うっていうのがなんとなく分かってきました、はい、なんですけど、そのゴルフィンスルーも、はい、分かります。今の話でカンパスがあるの、その難しく考えてるのはどうやって沈めるんだろう、水にどうやって沈めるんだろうっていうところをちょっとプロにアドバイスしていただきたいんですけど、いかがですか。いや、もう僕簡単な話だと思うんですけど、1000回、1万回、10万回ドルフィンスルーっていうをするっていう経験をすればいいだけのことだと思いますよ。それはどんな板でさえドルフィンスルーって潜れない人は潜れないし、努力しない人は潜れないんですよ。それをやっぱりでかい波に自分が挑むのには深いドルフィンが必要ですし、それはやっぱり体重だとか、なんて言うんだろう、自分のそういう体のシルエットに合ってるどうこうとかじゃなくて、ドルフィンスルーもサーフィンの一環なんで、それはもう経験を重ねてそこのスキルを上げていくっていうことなんですね。それしかないだろうな、はい、俺たちは口で言ってこうやりなさい、ああやりなさいってさ、はい、やっぱりもう自分で体験しなくちゃいけない、はい、で、ましてやですね、その先ほどから言ってお父さんが言ってるジェリー・ロペスだったりリノ・アベリダさんの時代っていうのは、もうお父さんね、今とはもう考えられない、もうこんぐらいですから。すごかった。
俺が日本に呼んだの、同じボクシーでも、うん、俺が日本に呼んだの、ジェイリーとリラベラの、ジェイリーは1メートル40か50の以下だよ、こんな厚くてた、ツインフィンで、ほんで、千葉の、なんだっけ、あそこ、有名なポイントがあるじゃん、マジック、なんとかマジックっていうところ、なんだっけ。ひだひだじゃなくてなんだっけ、ヘバラですか、ヘバラヘバラ、はい、ヘバラマジック、はい、そこでやった時、はい、ジェイリーが優勝だと思ったらリノアベリアですよ、はい、いやもう円盤みたいだね、はい、ここでパクリンチョスパクリンチョスやってさ、はい、ジェイリー負けたで3番が久我孝で4番が勝谷修司だから、はい、確かやっぱりそれだけリノがすごい乗り方してだってもう、ね、40年前にツインビーンでさ短くてお前こんな厚い板だよ、はい、なんだかもう一寸法師みたいなのあれだったよ、でもうまかった、すごいよかった、ドルフィンスルーの話の延長なんですけど、ロングボードでもダックダイブ直角にこうやって潜ることはあるんですか、はい、それもありますね、あるな、はい、あるはい、それ難しいでしょうね、難しいですけどやっぱりまあ復習しちゃいますけどやっぱり経験重ねることで結局はできないことってないですよ、何事もドルフィンスルーももうだって今より先ほどさっきから言われているジェリー・ロペスさんだったりリノ・アベリダさんなんて、僕さっき体重だの身長だのって言いましたけど彼らの方がよっぽど小さいですから、小さいよ、はい、ちっちゃい、こんなもん、はい、彼らこんなもん、で彼らはその波に対して全然その板でドルフィンスルーをしてたので、なのでまあ今僕何を言おうかとすると、今のロングボードより全然当時のショートボードでもとは言っても暑いんですよ、全然暑かったな、だから彼らはそれでできてるしてきてるんで、僕たちだって努力すれば今のロングボードのボクシーっていうのは、お父さんが今削ってるボクシーレールはこれぐらいのサイズが今基準としてなってるんで、だからロングボードでもそれは必然的にできるようになる、なぜね、ゆうち、これがシェーパーとして、エバルトもそうじゃなく、プロサーバーとして、はい、いうのは、はい、波がでかいじゃん、テ、はい、ーパーでじゃ浮力のないんだったら一発で食らっちゃうよね、はい、でも、ボクシーで浮力があればな、ね、沖に行ける、はい、それで、今度は帝国したって浮力があるから、ね、早く、ね、なんだっけ、帝国ができる、はい、ね、はい、で、テーパーレールじゃさ、ね、落っこっていくときもテーパーになってんから遅いよ、ボクシーだってこうなってるから早いのよ、はい、そういうとこはみんな全然分かってないし、そうですね、でハワイアンの板こんなじゃみんな100キロとかあるからさ、はい、それでタイプラインなんか乗っちゃうんだからさ、はい、まあ初心者でもなんすかボクシーレール全然大丈夫なんですか、一番適してる、はい、この初心者の方で分かったときってその人によってこうアレンジしたりするんですか、ね、いやもう初心者の人はバグにつけっていうことで俺に任せなさいって、ただね、いやでもボクシーだったら外れるかもしれない電話でもフィンがそのためにあるの、フィンをなぜ波に入れないのか、海の中にそうしたらね、ルーズしたりしないんだから自分がいけない、これに関しては、うん、な、こうやってフィンが両サイドフィングだそうですよ、必ずフィンが入ってね、できるようになってるわけ、それをフィンを使わないで、今フィンの人シングルフィンだなんだかってねみんな怒ってるけども、俺はもっとフィンを使ってもらいたい、それで切り替えな、フィンを今日こういうの友人のねバックサイドでピューッと上げててキューンっていうね、なんだもう見事なフィンをちゃんと使ってるから、ありがとうございますね、やっぱりフィンをもっと使って何のためにフィンがあるの、そうだろ、フィンを使わなくちゃ、俺はバトリーが2本持って、俺の板持ってって俺のフィンだけ忘れてやがった、ほんで俺はもうどうしたらいいかなと思ってサーフィンやりたい、ほんでバトリーにツインフィンのね、ちっちゃいフィンをお前それ使えって、はい、で、あ、違う、シングルフィンを使えって、はい、で俺はこのちっちゃいツインフィンでやったの、はい、そうしたらさ、もう手袋できない、うらうらで、俺はフィンの、はい、あ、フィンって大事だなと思って、はい、2つちっちゃいの使って、抵抗ができないんだよ、それだけやっぱりさ、フィンって大事なんだ、はいはい、それは自分で体験して、俺も何十年かかって初めて感じたよ、だから俺のそのボトムターンの写真とかあるのは、お前さっき褒めてたの、やっぱりボトムに降りてエッジを寝かしてピンを入れてグイーンとやるターン、それを覚えたよね、今の話の体重を乗せて傾けてボードを傾けていく、やっぱりそこには
最初にボードにうまく乗り込まないとできないですよね。それができてればもうボクシーレールは必然とできてくる、はい、サーフィンもできてくる、はい、そんな感じですけどね。そうですね、はい、あともう一つ、はい、あの初心者の僕は思うんですけど、はい、やっぱりレールの太いボードの方がパドリングが速いかなって、はい、そんな気がしますけど、はい、どこが初心者にも向いてるのかなって、うん、それは どうですか僕の感じは。あ、それもう大当たりですね。大当たりだね、はいはい、あの昔のサーファー、あの、まあ、昔のサーファーって言い方はちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、最もかっこよかったサーファーなんで、昔に遡れば遡るほどかっこいいサーファーっていうのがいる、あの、サーファーとしてかっこいい人たちがいるんで、あの、要するに、なんでその人たちがそうやってスタイルマスターになれたりだとか、かっこよかったりするのかっていうのは、全部自分に正直だったんですよ。要するにテイクオフがしやすい、あの自分にとってテイクオフがしやすい、自分にとってパドリングがしやすい、自分にとってこの波に対してこの板が乗りやすい、 それに対して自分の好きなカラーで、あのそのカラーによって自分のテンションが上がったりだとか、すごくあのもうドストレート、もう悩むことなく一番自分が乗りやすい板をもう普通にそこにを追求してたんで、だからお父さんは、まあそれが上級者からプロから、それが本当に初めてやる人から、もう見ただけでその人の歩き方だったりだけで分かるんで、だからこれからサーフィンを始める方とか、まあ方とか上級者の方とか言われる方、まあ、サーファーってそれぞれあると思うんですけど、まあ、お父さんにいろんな質問はいいとは思うんですけど、もうお父さんはお店に入ってきたりだとか、そのもうその歩き方、体のシルエットとかで、あ、この子はどれぐらいのサーフィンができるんだろうなと、もうその時点でもうシェイプがもう決まってるので、それ大事なことね、はい、本当なんですよ。これ皆さん不思議かもしれないけども、歩き方一つでサーフィン、この子はどれだけサーフィンができるんだって本当分かるんですよ。分かるよな、はい、分かる分かる、はい、みんなプロとは分かってるよな。で、まあ、そういうのを全部ひっくるめたところで、そのスペシャルなシェーパーであるお父さんにあの任せるっていうのが、もうこれはサーフィンの伝統ですね。これお父さんだけじゃなくて、シェーパーみんなそうだな、はい、全国な、まあ、俺の板を信じてくれっていうのはもう伝統ですよ、はいはい、ということはサーフボードはもう一人で選ぶなと、はい、そうだな、一人じゃないんだよ、はい、君がサーフィンするときは、はい、ベストなものはそこにあるんだから、そうそうそう、はい、そこを人の縁だとか、はい、いろんなことを、はい、自分勝手に頭でっかちになって、はい、これはああだろうこうだろうって決めないで、はい、とにかく一人で選ぶな、あのそう、多少の相談だったりコミュニケーションを取るっていうのはすごくいいことだし、いろんな質問されるそのスペシャルなシェーパーのお父さんからしてみても嬉しいことなんですよ。質問されることは何も言われないよりは、ただあ、分かった分かった、じゃあお前はそういう感じなんだねって言って、最終的な決定権はそのスペシャルなシェーパーをするお父さんに任せるっていうことが一番の、そのマーボロイヤルの板を乗るっていう部分では絶対的な、まあ、伝統です、はい、ルールじゃない、もう伝統、そうだな、はい、ありがとうございます、はい、あとまだまだ聞きたいことは山ほどあるんですけど、はい、あとあのゆういちさんのね、はい、のライディングを織り交ぜながら、はい、大したことないですけど、いろんな解説を、はい、なんかいろいろとまた面白いのいっぱいあるからさ、スレーパーのコメントも入れながら、今度の多分僕が出る今度の企画はこんな真面目な話じゃないかも。今日は自己紹介もあってね、はいはいはい、ありがとうございました、ありがとうございました。これでサーフボード選びの第一歩ちょっと踏み出せるかなって思う人は現れてくれると思います、はい、あの、はい、続けてる、はい、あの皆さんもあのもう間違いなく魅力を感じていただいて、お父さんに麻婆こと小室正則に魅力をもう間違いなく感じていただいて、皆さんどんどん麻婆ロイヤルに来ていただ
ていただいて、はい、サーフィンを学んでください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。